収録時代のセッションを始めさせていただきたいと思います。まずはじめにですね、株式会社 YSC インターナショナルの井上様より、プログラムを使わずにホームアプリのテーマを作って配信しよう、配信してご講演をいただきます。そうしました。すみません、はじめましてよろしくお願いします。株式会社 YSC インターナショナルの井上です。今回ですね、プログラムを使わずにホームアプリのテーマを作って配信しようという形で、講演させていただきます。お手持ちの資料を見ながら説明いただければと思います。私の方はですね、79年生まれでして、ゲーム業界ですね、12年ほどですね進めまして、仕事の内容としましては、モバイルゲーム、モバイルサイト、モバイル広告、そういったものを、プログラマー、プランナー、ディレクター、プロモーション、いろいろとですね、何でもやという形でやっていました。今回のですね、会議、議題の、ホームアプリというものは、Android を起動した時の、画面アプリになりまして、 Android だけの特徴で、そこのホームアプリからですね、電話、メール、カメラ、そういった機能へ、利用するディスクトップという形で、利用者が常に見る画面という特徴があります。で、かたやテーマというものはですね、壁紙としまして、デザイン、イラスト、アート、写真、キャラクター、アニメ、芸能人など、ユーザーさんのですね、趣味に合ったものを、設置されていると。でここの、テーマ自体にですね、アプリのように配信したくないというのが、今回の問題提起でして、自主制作を、できるような形がいいんじゃないかと、考えています。今までのホームアプリの種類としましてはですね、端末のプリインで、皆さんが購入した時にあるものであったり、キャリアのホームアプリ、半券もの、キャラクターとかですね、そういうライトユーザー向けのものもありまして、その他ですね、ユーザー変更可能な、カスタマイズが可能なものであったり、セゴには鋭いホームアプリっていうのは、たくさんありますと。で、もう十分にあるっていう形でして、皆さん、開発者というところでして、デザインが描けます。アイデアがあります。でもそれを実際には、形にしようとすると、規制会アプリ会社だったりとか、ホームアプリのプログラム開発したりとか、チーム作って、場合によっては外注っていう形で、結構ユーザーに届けるのは大変という形で、自分一人で実現するのはすごい時間もかかりますと。でも自分一人で作りたい、開発したい、配信したいというところに対して、弊社はですね、ホームアプリ開発ツールという形でスマデコという、プラットフォームを用意しています。でこちらからプロモーション動画を配信します。はい、こちらはスマデコの、プロモーション動画になります。で 3D 描画を対応した、着せ替えプラットフォームという形でご提案させていただいています。これのような形で 3D のオブジェクトであったり、ポリゴンが表示させるものと。でスマートフォンをデコレーションするという形でスマデコとしています。で一人で作れる開発ツールを、皆さんに無料提供しようと考えています。で、テーマの開発流れをちょっと、進めさせています。こういった形でですね、 Windows の、フラッシュのようなツールでして、テーマを設定するという形で、アイコンの制作がですね、自由に設定できまして、テーマをつけた方は、テーマが指定するアイコンが設定できる。こういった形で、バラバラのテーマ、アイコンが、整理されるっていう、綺麗になるっていうところが一つこのツールの特徴です。はい、続いて、壁紙のテーマの演出アニメーションができるのがこのツールの特徴です。先ほどもご説明しました通り、フラッシュのような形でタイムラインを設定しまして、移動させて、そのタイムラインに沿った形で移動させると、こういった、形ですね、動かすことができると。でその他の、3D の可能性としましては、 3D の座標がですね、今先ほどずっと平面だったんですけども、こういった形で 3D、座標で設定できまして、紙芝居のような形で、このような形で設定できます。こういったことをすることによって、端末を傾けたりした場合にですね、見れたりできるっていうのが特徴になります。で当然ツールの他ですね、プレビューの機能を用意してまして、 3D のオブジェクトであったり、そういったものを、プレビューできるっていうような形になっています。
でパッケージ化、まあ、時期確認、テーマ配信というのがやっぱ課題にはなると思うんですが、まあ、そちらも用意していまして、まあ、実際 SD カードに入れてこういった形であのプレビューを見せたり、まあ、これは 3D の先ほどの、紙芝居のようなテーマなんですけども傾かせると、まあ、移動するという形で、まあ、何かすごい 3D っぽく見えるという、まあものになっています。こういったものが、まあ、作れるツールをですね、まあ、皆さんにですね、一人で作れる着せ替えツールという形で、無料提供を考えています。すごい早いんですけれども、これが、まあ、紹介動画になります。で、まあ、先ほどご説明しました、スマデコの開発ツールの特徴としまして、まあ、一つ先ほど、まあ、ムービーの中にありました壁紙、アイコンの開発ツールで、アニメーションと 3D 表現が可能である、で個人でのテーマ販売が可能である、で利用が無料であるという特徴があります。で競合の開発ツールですが、法人向け着せ替えプラットフォーム、まあ、これは、まあ、au さんはじめ、ありますと。でプログラマー向けの、プラットフォームもライブ壁紙があります。で海外の有名ランチャー、まあ、たくさんダウンロードされているものなんですけども、テーマ配信可能なものはもう何種類かありますと。まあ、ただですね、あの先ほどのまあ個人開発、アニメーション 3D、まあ、作りやすさ、そういったものを取りますと、まあ、一長一短ですね、各社、足らないものがありまして、まあ、法人向けですと当然個人は無理ですし、 Java ですとプログラマーが必要であると。で海外のものは、まあ、カスタマイズが効かなかったりとかですね、まあ、既存の、有名ランチャーですと、まあ、英語とかですね、まあアニメ 3D は対応していなかったりとか、まあ、こういった特徴がありまして、スマデコはまあ全て対応しているっていうのを売りにしております。でこちらからですね、開発ツールの実演をちょっとアシスタントの安田の方に、お願いしよう。はい、少し休憩させてください。はい、こちらが、開発ツールの画面になります。ここでですね、あの今新規作成という最初から作るところを今行っていただいています。まあ、テンプレートがいくつかありましてですね、あのそれに合わせて作ることによって、まあ、誰でも、画像だけ差し替えれば比較的、簡単に作れるというものを、進めています。でこちらですね、お配りしました資料の、まあ、一番後ろに書いてあるものに、近いものが今作成できるというところで今進めてもらっています。だいたい5分ぐらいですね、5分ぐらいでもう、何か一つ形にしてほしいと、まあ、お願いして今、スピードで、作っていただいているので、公演時間に間に合うのかちょっとチェックしながらいきたいと思います。これはですね、後ろに、背景がありまして、雪だるまのキャラクターを載せていっていただいています。まあ、どんどんですね、ポリゴンみたいなものに対して、画像を貼り付けて、まあ、完成させていくという形になります。まあ、ここは下準備のところですね。はい、雪だるまが完成しつつあります。完全タイムアタックの状態なので、あと10分です。まあ当初はですね、あの30分で作れるという、まあ、レジュメで書いたんですけども、まあ、20分にですね、まあ、枠が減りまして、まあ、実際実演も、10分ぐらいっていうところで、まあ、さらに動画も流すので、まあ、5分ぐらいでお願いしますと、まあ、かなり無茶を言いましてですね、まあ、予行演習では、なんとかいきそうな感じがしたので、今ですね、あのアニメーションを設定しています。当然タイムアタックなので、あまり意味がない、アニメーションになっていますが、まあ、実際これを実機にですね、まあ、すごい吹っ飛んでるんですけれども、そうですね、今プレビューで行ってるんですけども、こういった形でですね、まあ、ただ、壁紙を設定するんではなくて、まあ、そういった動きをですね、しかも入力が起きたらやるのかな。はい。
これが、実際のプレビューの画面になります。でここで今、はい、タッチすると飛ぶというのも、まあ、ちょっと簡単に作っていただいたんですけども、こういった形です。はい、はい、まあ1回だけで、まあ、吹っ飛ぶっていうところをちょっと実現していただきました。すいません、以上ですね。はい、ありがとうございます。まあ、こういった形で、ああ、すいません、ありがとうございます。まあ先ほどのプレビューなんですけども、あれを実際にパッケージするとですね、まあ、実際実機で確認できるっていうところなんですが、ちょっと今日は、時間が足らなかったみたいで。でスマデコのプラットフォーム、まあ、先ほどツールは、ご説明しました。一番上ですね、開発向けに、まあ このツールを、配布させていただきます。でその上で、基本アプリというものがですね、ありまして、これはあのスマデコっていう形で、去年の12月28日に、アップロードしまして、こっそりと今テスト期間で進めています。で皆さんに開発していただくのはこのテーマアプリっていう形で、まあ、こちらも APK で配布しまして、まあ、配布できるような形になりまして、まあ、基本アプリと同じ場所に、テーマアプリありますと、使えるという形になります。で基本アプリをですねちょっと深掘りしますと、ユーザー向けには、当然メニューですね、あの電話であったりメール、そういったものへのアクセスする繊維を、まあ、均一に、ご提供させていただきます。あとはですね、デスクにいろいろなアイコンを並べられる、先ほどデスクトップのところなんですが、いろんなアイコンっていうものが、まあ、通常のデフォルトの、ものでもできるような形で、配置できます。あと基本のホームアプリ自体もいろんな描画のカスタマイズができますので、アニメーションの時間とかですね、そういった、まあ、電池消費も考えた上での、設定ができるという状態になっています。で、かたや、開発者向けにはですね、テーマの再生、まあ、先ほど皆さんが作っていただいたテーマですねっていうものを再生したりですね、あと機種対応、これ一番結構開発者にとっては大変だと思うんですけれども、まあ、今でもですねいろんな、解像度の端末がありまして、ご苦労されているとは思うんですけども、今基本的にはですね、電話型のものについては全て対応しているっていう形でして、まあ、今後もアイスクリームとか対応していきまして、それはテーマに依存しない形で対応するっていうのが大きな特徴になっています。であとはですね、販売サイト、先ほど皆さんが作っていただいたテーマはですね、やはり販売できないと意味がないという部分と、なかなかですねプロモーションが難しいっていうところがありますので、こちらを販売できるようにしようと考えています。で配信方法、まあ皆さんにとっては課金っていうところなんですけれども、2つ考えています。Google Play と、スマデコマーケットというところで考えています。まず Google、Play につきましては、まあそうですね、課金手数料は、まあ、通常の売上の 30% が Google さんに、持っていかれてですね、まあ、弊社がですね、お願いしたいところは、ツールは無料という形ですので、ライセンス費用としましてですね、売上から除いた入金額の 20%、まあ、計算しますと、開発者には、売上の 56% を、ご提供しようと、進めています。でこちら、いくつかですね法人の方にですね、契約を結んでいるんですが、やはり売上計算とかファイルの交換とか、まあ、かなり手間が発生してまして、まあ、別途契約をいただければ、Google Play で、まあ、個人でも出せるという形で今考えています。でかたやですね、スマデコマーケットっていうのを今開発しています。でこちら、下に書いてあるんですけど、4月から5月にシステムが完成しまして、課金手数料につきましては独自課金で売上の 20%、ライセンス費用につきましては入金額の 20% っていうのを、まあ、こちらは変わらずという状態で、開発者には、売上の 64%、 通常、Google Play ですと 70% なので、ロスするのは 6% っていう形で、デベロッパーの方には、ご提供しようと考えています。で今後のロードマップになりますが、まず近々にはですね、開発者登録っていうのを、サイトを立ち上げようと考えています。でそこのサイトでは開発ツールの配布を、考えています。ただ、皆さん、資料をお見せしていますが、メールでご連絡いただければ、もう、週明けにでも、開発ツールはもう個人的にお渡しできますので、ご連絡いただければ、どんどん開発が先にできるっていうところはありますので、ぜひご利用いただければと思います。続いてテーマの制作チュートリアル動画の配信、まあ、先ほどあの動画、お見せしましたが、やはりあの動画がありますと
非常に作り方が分かったりですね、そういうところがありますので、テーマの作り方については全て、動画を、配信しようと考えています。今考えている中でも、5、6種類は動画を配信しますので、まあ、どう作るのかっていうところが、まあ、一通り、ミスなく作れるようにはなれるのかなと思っています。で、先ほどスマデゴマーケットの公開っていうのを、5月に予定していますが、まあ、こちらテーマ配信を一元化簡略化します。でこちらは、開発サイトからですね、Google Play のもう本当管理画面とほぼ似たような形で、いろいろな設定をしますと、配信がすぐできると。まあ、弊社の方で確認であったり、ファイルのやり取りせずにですね、オンライン上で全てコンパイルも行い、配信もできるというのを5月に予定しています。でその他ですね、開発者促進というところですね、開発コンテストの開催であったりとか開発者募集キャンペーン、例えばダウンロードが一番多い方には、商品を、お渡ししたりとかですね、何かこう開発者を促進する、イベントを行いたいなと考えています。でその他大きな構想としましては、今まで 3D って言ってきたんですが、テーマの方は 3D 対応しているんですけども、ウィジェットですね、上にいろいろ載せるものっていうところは、これはイメージ図なんですけれども、3D の表現を生かした、細かいプログラムであったりとかですね、クーポンを発生したり、ミュージックへアクセス、そういったものを、ご用意できればと考えています。こちらの構想はですね、夏ぐらいをめどに、何か皆さんにお知らせできるような形にできればなと考えています。で、今回の講演の趣旨はですね、皆さん先ほどご説明しました通り、テーマをですね、まず作ってみませんかというところで開発者募集を、かけております。クリエイター一人で開発ができる、デザイナーであったり、例えば写真家で、一人で作成できるというのが特徴ですので、ぜひともこの、スマデコという、ちょっと大掛かりなプラットフォームにはなっているんですけども、ホームアプリ、販売マーケット、非世界テーマを出す、作るオーサリングツール、こういったところを、無料でご提供しますので、ぜひとも、興味を持って触っていただければなと思っています。少々早口で、進めさせていただきますが、最後にですね、ウェブサイト、モバイルサイト、実際に先ほどの基本アプリも落とせますし、お問い合わせの方にですね、ご連絡いただければツールの方もお渡しできますので、ぜひとも、ご活用していただければと思います。株式会社 YSC インターナショナル、井上が、講演させていただきました。ご清聴ありがとうございました。井上さん、ありがとうございました。今対応していますのは 3DS と X ファイルに対応します。ただ現在のツールではちょっとまだインポートの処理をですね、入れていませんので、4月の頭にはできる予定になりますので、ぜひ活用してください。はい、3DS は X チャット持ってきませんか？ですね、そこもちょっと確認が必要ですが、基本的には持っていけるような棒の仕組みも持っていけるような形で考えてはいるんですけれども、そうですね、一応考えておりますので、ちょっとそこら辺技術的なところはサイト技術のもので確認しまして、ご連絡させていただきますので、ご連絡先をいただければと思います。そうしまして、ご挨拶などは、講演者さんの、控え室にてお願いいたしたいと思います。そうしました、井上様、安田様、ご講演ありがとうございました。ありがとうございました。